はい、今日はね、お酒じゃなくて、はい、京都にいますね。さっき電車で、そうですね、10分ぐらいで。なぜ京都に？京都には、有名なキチキチというお店があります。そうですね。で、この有名はオムライス。オムライスの、なんかめっちゃ有名で、有名、バズった。そうで、バズった理由がこの上の卵をこう切ったらふわふわって、なんかそれを最初にやった人なんだよ。元祖じゃん。 Why are you running? あはいや、なんかまあそれでなんかめちゃめちゃバズって、なんかその外部がまあめっちゃ来て、 YouTube とかインスタとか TikTok とかでめっちゃバズってお店で、すげえ有名で、コロナの前とかだったら予約が1ヶ月前、1ヶ月前しないと、てか1ヶ月前にしても多分すぐ埋まっちゃうとか。そうで、今のコロナの時期でも俺2週間前ぐらいに予約して、残りちょうど4席だったから、元々8席しかないの。マジすごい、そんな少ない。あ、それ少ない。だからめっちゃレアな、貴重な経験。なんか前回のトリップで行けなかったけど、そう、空いてますよ。そうだから皆さん、もしここに行きたかったら必ず予約してください。ちょっとマハルだけど、まあ、夢だから、ね、まあ、オーケー、行きましょうか。あ、違う、昨日、冷蔵庫にさ、あのビスケット、マリビスケット、マリビスケット、マリ違う、それ飲んでから行く。オーケー。はい、来た。私、若いっす。ビスケットください。マリビスケット、はい、これはさ、マリビスケット。やりがいっす、ね。kesamaan antara Regal dan Cimory. これまで想像以上にビスケットだったね。そう。これまで飲んだ。とか初めてかもしれない。初めて。めっちゃ美味い。驚く。俺は小さい時にこのビスケットを牛乳に入れて。ああ、僕も。でしょ。それはインドネシア人がみんなやるかもしれない。で、これがもうミックスされてるから。もうミックスされてる。そう。ミックスされてるから絶対うまい。乾杯しようか。乾杯。乾杯。うめなど。あんま。なんか他のリアクションは、他のみんなのリアクションは、そういうマジでうまい。初めて食べた。そう、初めて。プロセス20分の。プロセス、ミスク、メリー、20分の数、マカン体験です。子供の頃思い出す。もうそう。そう。ジェリキンが、マサラルゴとくっちるけど。インドネシア帰った。やがるだ。ナナス。お前、あれ見て思い出せない春の京都の悲劇は。あー、警察携帯の充電切れて。karena aku tuh tadi aduh bingung jelasinnya gimana. Oh, それ多分言った方がいいかも。バス3回間違えて。やばいな。3回。そう、3回。警察に捕まった。京都の悲劇。警察に保護されてる。でも。幸いそれ。警察なかったら俺一生帰れない。一生帰れなかった。俺が置いてたから。いや、マジうまいこれ。クリーミー。マジでうまい。クリーミー。ビスケットがうまいバナナ。しかもさ、これインドネシアでよくソーダ。マジでそんな人気なの？めっちゃ人気。わ、なんでドリジャネライガウニ言うかよ。そう。だから僕たちはラッキー。じゃあ、天気チームに見たかったらジェロムの家に行ってください。Guys, kalian bisa beli di Alfamart, dari shop, dan pokoknya shop-shop lah. Pokoknya terkenal banget sih poin ini. Oke, let's go. Ikut masuk. Let's go. ありましたね、キチキチ。Wow. 駅から15分ぐらいね、車を使うと。結構遠いね。結構遠いね。タクシー使った。ね、guys, キチキチとアドレスね。キチキチ。隠れ家だね。実際道隠れ家だ。めっちゃ隠れ家やね。隠れ家だけど。あった。隠れ家だけど。夢。お値段。めっちゃ夢。いいお値段。いいお値段。隠れ家だけどって奥な。わ、NDR ギチギチ。わあ。ただいまご案内。あ、多分ここで。ワリダウジは2台室で、いつも食堂で食べてる。なんか店舗の香りすごい。
そうだね。無理だわ。あ、これか。あ、もうすごい。sebelah aja masuk ada kayak apa ya kata ini。めちゃめちゃ英語やん。あ、そう。めちゃめちゃ英語。Lihat guys harganya。Harganya 3000 yenan。2700 nih omurice-nya。Wadidaw。Welcome to Kichi-Kichi Omurice。あ、この人ね。めっちゃ夢。Okay guys, kita masuk。Wadidaw。Wah, tempatnya。Wadidaw。Konnichiwa。終わりだ。やっと本物見ました。いつも YouTube で見た。お願いしてサイズね。これはレギュラーサイズ、スモールサイズ、オッケー、サイズの量ですよ。ですか。辛い。鉄のフライパン、油慣らしといて、フライパンに油の薄い膜を貼る作業ね、ひっつかないような作業ですよ。これをしておりますのでもう少しお待ちください。マジででかい。これ分量の方は全て測っております。あれで今日8人すぐ全て測っております。8人分チキンベースを作る。最初のファイヤーというところと、そして胡椒を使うところ、そしてなんて言ったってフライパンを振るところ、チキンライス、この3つが見せ場です。ではメイキングスタート。今日ラストステージになります。はい、チキンライスなんでチキンを入れます。完成の方はね、どんどん上げていただいていいですよ。カウントダウン入ります。はい。3、2、1。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤー。どこファイヤー。おお。びっくりした。びっくりした。次はオニオンです。オニオン。オニオン。はい。超いい。すごい。めっちゃいい。次はまるまるですね。わすげえ。わすごい。すごい。すごい。玉ねぎね、こだわりが三つあります。一つは一つ二つは大きさです。何の大きさか、玉ねぎ自体の大きさ、一番大きいのを買ってきますね。大きければ大きいほど肉厚になります。一つ目はこのカットの大きさ、これはね、シャキシャキ感残したいので、最新の、ね、注意を払いながらカッティングしております。そして三つ目が産地ですね。まあどこのものでやるかっていうね、ことも重要です。今回は淡路さんを使っております。おー、淡路島美味しいね、甘いやつ絶対甘い。この後、この後、この後、そうね、オムライスに関しましてはブナシネジを使っております。ブナシネジ8人分いうことはここにカンペがあります。 120g のブナシネジね。英語で言うとシメジマッシュルームね。インドネシアにもたくさんありますよね。はい、インドネシア僕行ってますよ。インドネシアでプロデュースしたレストランもあるんですよ。はい、ではね、ブナシネジ120g、 そして青いお野菜はソイビーン、枝豆です。こちらも 120g、 要するにレギュラーサイズ1人前 15g を使っているということです。はい、OK ですね。はい、これで野菜はこれだけですね。これが最後の 36cm あるフライパンね、野菜いっぱい入ってます。これもキチキチオムライス特徴の一つなんですよ。いいですか、まだまだファイヤーおまだしないよ。はい、では、はい、いい感じですね。チキンに火が通ってるかどうかを確認しながら作業を進めていっておりますけれども、この時点でバターを入れますが、こちらの方は発酵バター、英語で言うとファーメンテッドバターね。1人前 10g 程度、こちらだけ、ここだけね、測らないでいきますね。僕の感覚でいきます。1人前1レギュラー、5、2レギュラーね。エンドフリーでいいよ。めっちゃ入ってます。めっちゃ入れるな。エンドはい、何の悪いか分かる。エンドー6
ちょっと静かにしてください。いや、よろしくお願いしますね。はい、では元の位置です。ゴロゴロと転がります。
フライパンの角っこを使って回転させることによって、幅のある、キュートなオムレツを作っていただけるということになります、ね。はい、中はトロトロふわふわだから転がります。コロコロコロ見てください。うわー、つるりんこ、ね、焼き色つかないでーす。では勝手にですね、はい、フロムナイターショータイムということで、よく切れる包丁でレディーコーナー&コーナーコーナー。うまそう、ね、見ておいしい、食べておいしい、ピチピチオムライス、ね、うわうまそう、いい香りしてますね。はい、ではラッサに笑顔を撮りましょう。オーイエー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 オムライス。はい、どうぞ、フライングスペシャルを続けていきましょう。フライング、フライングスペシャル、フライングスペシャル、はい、ポジションチェンジしましょう。フライングナイス、そういうのね、それよし、来た。はい、今までちょっとコロリンチョウ、この後オムレツ中央パイの粉でね、卵3個も、味付けは塩だけです。オムレツとして食べるんでしたらバター、生クリーム入れましょう。キチキチのオムライスはいらない。キチキチのオムライスに関しては塩だけでいい、ね。はい、同じくきめの細かいスクランブルいい状態ですね。はい、周りを中に入れ込みして、オムレツの形にしてトントントン、コロリンチョウ、その後オムレツパンですね、いきましょう、ね。はい、これでグッドですよ、いきますね。はい、ああいうレディー、レディー、どんどんどん、コロリンチョウ、オムレツ中央マップですね、春パカですね、春パカ、おー、美味しい、食べて、美味しい、キチキチ、オムライス、うわー、スペシャル、はい、春パカ、うわセミスペシャル、何をもってセミスペシャルなんでしょうか。切りません、切らない、飛ばしません。どうするんでしょうかね。どうする、切りません、飛ばしません、どうする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 、もう多分何もないんじゃない。難しいです、自分で点数つけましょうね。先ほどちょっとね、ミステイクしましたね。50点ぐらいですもんね。まあ一応80点が合格点と思ってたら90点も出ますね。何点出るか僕も分かんないですね。はい、ではセミスペシャル、ノーカッティング&ノーワインね、セミスペシャルですね。はい、コロリンちゃんもこっちね、コロリンちゃん、はい、はい、ね、はい、ワン、ツー、スリー、ノーカッティング&ノーフライングセミスペシャル、ワン、ツー、スリー、イエイ。おお、やばー、80点にしときましょうね。では、よいよいし、食べてほしい、オムライスね、セミスペシャル、オーイエー、オーイエー、オムライス、オムライス。はい、では、こちらの方は、行きましょう、ね、すごい、リクエスト聞きましょうか、切ります、飛ばしますね、どうしましょう、リクエストある、何がいいですか。ああ、自分で切るというのはできるんですよ。自分で切る、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 この線もあった、自分で切る、OK、その OK か、OK、どう揃ってるかね。自分で切るで、自分で切るで、自分で切る、はい、はい、ね、じゃあ僕のお仕事は載せるだけですよ。はい、あとはやってくださいよ。アルバイト料は出ませんよ。トントントン、コロリンチョウ、その後、ね、乗せていきましょう。はい、トントントン、コロリンチョウね。はい、これで中から走るとまで一気についてくれます。まだだよ、はっ、ぐるっとだぜ。はい、コロコロと180度回転、形を整えながら、ね、元の位置、フライパンの角っこを使うので高さがあります。だから転がります、ね、コロコロコロ、それではカッティングしてもらいましょう。誰かにね、移してもらってくださいよ。これが包丁でしたらここに置いて、そして前にスライドさせて、そのまま後ろに持ってきてください。はい、ではよろしいですか。はい、どうぞね、押さえたらダメですよ、押さえ込みはダメですね。違うところでやってください。こっちです、こっちです。はい、ここに乗せるだけね、いいですか。乗りました、前にちょっとスライド、刃先が入ったら後ろ、そのままうまい、うわいいんです、いいんです、切りすぎ、そんなに長くてもいいんですよ、切りすぎ、ちょっと切りすぎですが、ちょっとやらしい切り方ですね。自分でそう
スをかけてくださいよ。はい、はい、ソースを自分でかけてください。はい、美味しそうにかけるんですよ。はい、美味しそう。どうしたの、飛ばすのはね、男の特権ですけど、これを飛ばしたらダメですね。はい、こちらの方をパネルかかってカメラに向かって応援をしてくださいね。はい、どうぞ。はい、優しく応援ですよ。おーイエー。いやはい、キチキチ。いってきちゃうよ。スペシャル&フライング&カッティング。おーイエー。おーイエじゃあみんな一緒に食べようか。うまそう。うまそう、マジで。終わりだ。じゃあ、いただきますか、みんな。いただきます。いただきます。いただきます。あ、うまっ。うん、めっちゃうまい。えーな。えー、どうしようか、できる。うわ、だね、辛いのにプレーみたいなことが多いと良いし、七味。うわ、これ絶対やりすぎ。いや、やりすぎ。大丈夫、これはもう大丈夫。あ、合うんだ。いただきます。うわ、マジちょっともらおう。これはね、新潟のやつだね。京都のね、激辛はもうそんなにやってたんです。うわなんか、初めてオムライス染みかけるのって。はい、うまいうまいうまい。唐辛子の旨みが入っておいしい。なんかフットオムライスは、はい、ケチャップソース、なんかトマトケチャップだけど、これはデミグラスのご飯だよね。デミグラスご飯めちゃめちゃ美味しい。はい、いきますよ。3、2、1、チキ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 ライスの量だけ見てちょっと少ないかなと思ったけど、めっちゃちょうどいいね。いや、ライス普通になってたくさんあるから結構多いわ。いや、そうだね、そうだね。エンターテインメントが最高、マジで。うまっ。エンターテインメントバグースラッサーエダ。いや、それはマジ、あのエンターテインメントのためにも来るわ。そうだね、それは来るわ。ね、一回は来た方がいい。味もめっちゃうまいし、うん、うめー。めっちゃおもろいな。これは、なんか TikTok で、あの部分だけ見る。あー、なんか最初から見る。そう、開くところか、あの、そう。っていうところだけだから。ここあったら、マジでかと。それ以外もめっちゃおもろかった。気付けます。気付けます。うめー。早っ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これ今度から入れるわ食感が、卵の食感が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 食感
音がいい。音がいい。何やそれ。うまい。うまいな。最後まであったかい。あの。ああ。最後までふわ。最後までふわふわとろとろ。そう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 。うま。皿の高級感。うん。そうね。ちょっと高いかな。どうよ。やばいかも。Mantap. Iya, Liu. Telurnya aku simpan biar soalnya aku suka telur yang ini. Padahal mentah kan yang apa? Mentah. Tapi enak ya. Nyem. Creamy ball.
みたいな。あ、すいません、ちょっと一個フレーズを言ってほしいんですけど、はい、どうぞ。マンタップジワ。マンタップ？マン。マン。マンタップジワ。ジワ。マンタップジワ。はい。それはイヌシャゴで最高という意味。最高。マンタップジワ。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 マンタップジワ。おい。マンタップジワ。ありがとうございます。ありがとうございます。チキチキ。マンタップジワ。65歳。ツルツル。パンパン。65歳。ありがとうございます。うわ。でも、しゃべるな、俺だって。しゃべらん。うわ。いや、俺もや。はい、皆さん、食べ終わりました。マジでもうディズニー超えた。ディズニー行かなくて行かなくて2700円でいい。ここ行っていいよ。ディズニーね、今日ちもり飲めて、キチキチ俺食べれて、マリで最高の日だった。最後だった。皆さんもね、ちもり飲んでここに来たら、まあ最高。はい、それじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、じゃあタップシェアお願いします。この動画で私のトリップを過ごしたね。そうね、見てくれてありがとうございました。じゃあまたね、ワンダップジュワー。せーの、ハッピーハッピーハッピーオムライス。もう完全にハマっちゃった、やばいわ。ハッピーオムライス。